おはようございます。あいにくの雨です、はい、ちょっと寒いね。今日はメインイベントですよ。 NBA のレイカーズ対ウォリアーズの観戦です、はい、昨日夜打てなかったワクチン接種からスタートです。はい、はい、到着しました。 CVS ファーマシー。ちょっとねワクチン打った後副作用出ないか心配ですけど、まあ NBA なんで副作用出ても楽しめるでしょう。はい、モデルナを打ちます。オーマイガー、ファイナリー。いやー、Thank you very much. CVS ファーマシーさん、ありがとうございました。そしてワクチン打った後晴れました。やった、いいこと尽くし、ね、ただねちょっとね CVS ファーマシーが発行してるなんか3回目のブースターワクチン接種証明書みたいなやつがしょぼくて、これで3回目として認められてちゃんと飛行機明日乗れるのか分かんないですけど、はい、ちょっと心配です、ね、まあでもね明日乗る飛行機はジップエアなんで日本の会社だからね、いろいろ話はできやすいんで乗り切るしかないです、はい、って感じでこれからダウンタウンの方に向かいたいと思います、はい、ちょっとお腹すいたんでご飯食べようと思います。めちゃめちゃいいレストラン、風情のあるレストラン。すげえ、ドラマで見るやつだこういうの。朝ごはんでハロー、ハロー、Thank you。 めっちゃいい店来たね。もうずっと映画見てるみたい。映画の中に入ったって感じ。到着。おじゃん、なんとかとなんとかです。いただきます。シチュー風のソース、うん、おいしい、うん、おいしいとはならないけどおいしい、うん、本当にクリームシチューって感じで、うん、効いててちょっと辛めだね、うん、あと卵が2つもついてる。本当だ、さすが。ちょっとアメリカ人が炊くご飯ってどんな感じ？ボソボソしてる？65点って感じバサバサもしてるし、ちょっと芯あるし、でもねちょっとしてるっていう謎の感じだけど65点。はい、 Thank you、 バイバイ。 Thank you、 チャオ。さあ、ごちそうさまでした。チップも込みで$30。はい、高ぇ。まあ今日ラストだからね、考えない考えない、はい、しょうがない。ごちそうさまでした。これに乗ってきます。あいな、あれがクリプトドットコムアリーナ。今日バスケ見に行くところ。え、うん、多分。そうなんだ、うん、楽しみだね。これから行くのはそっちにあるグラミー博物館。はい、うん、おー、ぬるぬる、なんだ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 、なんか窓掃除でもしてんのかな。めっちゃ水吸ってきた第40回グラミー賞、過去の受賞歴がマンホールに書いたんだね。うわ、やばい、また降ってき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 た。ここの道ずっとあるよ。ね、これを辿ってきたら博物館に着くってことね。うん、行きましょう。レッツゴー。あったね。間違えました。ここはグラミーのミュージアム、はい、僕らずっとアカデミー賞に行きたかったんで、アカデミー賞って映画なんですけど、このグラミー賞は音楽の方なんで、はい、びっくりしました。間違えました。よかった、入んなくて。じゃあどこだ、アカデミーミュージアムは。なんとアカデミー博物館はこっからバスで50分ぐらいかかります。とんだとんぼんみず、はい、ってことで
時間は大幅にロスしてしまいますが、他にやりたいこともないので、バスで1時間かけて戻ります。っていうか日本車がすごいね、うん、結構走ってるわ、ね、すごい。トヨタ、日産、スバル、マツダ、ほら見て来るやつ、日産、レクサス、はい、な、置いといて、はい、置いといて、はい、日産、はい、置いといて、はい、トヨタ、すごいね。はい、今度こそ正真正銘赤ダビミュージアム来ました。おお、見てトロフィーだよ。おー、はい、あ、やばい、ここめっちゃ楽しいかも。結構何時間でもいられるかもしれない。25ドルもすんの、ね、3000円ぐらい、2人で6000円、もっとだねきっとね。50ドルって7500円。行こう、レッツゴー。さあ65ドルしました。Thank you. Okay, thank you. あとね、なんかトロフィーをこうやってなんか掲げる、なんか知らないですけど、それをなんか僕がやるらしいので、15ドルいいなぁ。なんでああいうのやってよ、じゃあ。いや、いいです、やってください。絶対楽しいよ。あの、あいながやるのじゃん。トロフィーをこうやってもらって、うん、みんなオーディエンスがあーって。俺別に将来やるんだから、ああいうの やんなよ。将来行きましょう。あ、こっち、はい、うわ、やば。When I was growing up in China, my dad and I used to play this game. We would memorize.まあなんかね、美術の歴史とか、多分カメラの歴史とか音響の歴史とか、そういうのが展示してあったね、2階は。はい、ということでこれからアカデミー賞受賞していきます。一瞬だった ね持ち上げられなかった。名前が出た後に持ち上げるんだと思ったら、うん、最初から持ってよかったね。そうだね。まあまあ面白かったね、うん、これからダウンタウン戻って、ついに NBA です。今 NBA のね、バスケの会場に向かうと思ったんですけど、そういえば NBA 荷物制限あって、はい、このリュック持ち込み禁止なんですよ。で完全に忘れてて、でロッカーとかもね、アメリカってテロ対策で街中とかに全然ないんで、荷物預けサービスみたいなやつを使って会場から20分歩いたところにあるホテルに預けて向かいます。はい、ここです。預けてきます。はい、機会をもらいました。うわすげえ、虹、ほんとだ、めちゃめちゃ綺麗、めちゃめちゃくっきりだね。はい、じゃあスタジアムに向かいましょう。はい、行きましょう。はい、スタジアムでもね、なんかちょっと食事頼もうかなと思ってるんですけど、腹減ったまま頼んだら大変な料金になっちゃうので、ある程度腹ごしらえするためにセブンイレブンにやってきました。すごいドーナツ、ね、しかも結構クオリティ高くない、うん、美味しそう。ドーナツ1個 1.49 ドルだって。ああ、そんな高くないんだね。ピザとかチキンもある、回るソーセージも、これは1本 1.29 ドル、安いね。さあピザ2枚とコーラ1缶で 6.6 ドル。まあ安いっちゃ安いね、うん、これで安いと思うようになっちゃった、はい、じゃじゃーん、いただきます。いただきます。結構ちゃんとしたピザやね。うん、普通にめっちゃあったかそうで美味しそう。待って、上にお金出てベトベトなんだけど。いただきます。どうぞ。
うわ、とろとろ、うん、うまい。アメリカにもこういう屋台あるんだね。あ、タコス、これでもよかったかもね。やばいよ、いよいよだよ。到着しました。はい、戻ってきました。クリプトドットコムスタジアム。うわさあ、無事に入場できました。はい、よかったね。よかった。15万円かかってますからね。いくらするんだろう、レプリカ。だいたいユニフォームのレプリカが120ドルぐらい、ロンティーが66ドル、はい、でこのね、ジャケット、そう、あれかっけえなって思ったんだけど、あれ250ドル、ちょっと手が届きません。我慢。さあ、購入しました。お水とホットドッグとポップコーン、準備満タンです。 M18 ここだね。あ、これだ。114セクション、ここだね。すげえぞ。ね、顔見えるね、普通に。はい、はい。すげえよ、15万。やべえ、めっちゃすげえ。なんだこれ。やばいよ、キング・ジェームスがそこにいるよ。私は誰が誰か分かりません、全然。すんげえ、席もわりかし近いし。15万払ってよかったね。やばい。やっぱあの白いのがステフィンカリーっぽいんだけど。マジで出ないの、出ないの、金返せ、おい。始まって数分、最初のタイムアウトです。どう？面白
ごい、なんか誰が強いとか一切わかんないけど普通に面白い。天箱箱入るし、めっちゃ飛ぶし、とりあえず八村君を見たい、ね、早く出たらいいな。まあ出るよ。カメラ君出ました。Come on, man. Go by him. He's too small. カメラ。ポストプレー。ミドル。ルイ今日初得点、フリースロー2本決めました。さ あ, さあ3点差でハーフタイムです。いやでも半分終わっちゃったのか。あと8万円だねはい、後半戦始まりました。え、なんで今ジャンプボールするの？今ヘルドボールってジャンプボールするんですか？誰か教えてください。さあ、いよいよ最後の第4クォーターに突入です。まあ、勝てるね。あとは八村の活躍をたくさん見たいと思います。頑張れ。さあ第4クォーター残り3分を切ってもう18点差がついていて、結構みんな帰り始めてます。さあ試合終了です。記念に持って帰りたい、けど届かなかった。こっちは楽しかった、楽しかったね。うわー、アメリカって感じだわ。15万円の思い出になりました。ありがとうございました。ちょっとね、ワクチンの副作用来てる気がする。体が熱い。私は眠いはい、じゃあ預けた荷物ピックアップして荷物置いてる宿に向かって、宿から空港に向かいたいと思います。いやー楽しかった、最高でした。はい、なんかもう当分来ないだろうから高いチケット買ったけど、普通にアメリカ来たらまた見たいわ。あの安いチケットでもいいや今度は。遠目でももうあの雰囲気を一回味わったからね。うん、でカリーが出なかったのちょっとね悲しいけど、また見に来ようと思います。無事荷物をピックアップして、これからウーバーで空港を向かいます。あ、ちょうど来てるね。はい、空港に到着しました。現在時刻は12時20分、真夜中です。飛行機はね9時出発なんで、多分6時ぐらいにはねチェックインできると思うんで、まあ6時間ぐらい空港でさまよいます。はい、このトム・ブラッドレー空港はねしょぼいんですよね。ただ今奇跡的に目の前が開きましたこんな感じでベンチこんだけしかないんで、であそこもエスカレーター端っこでしょ、でもうあそこエスカレーター端っこでしょ、この貴重なベンチがね開いてました。ここで6時間居座りたいと思います。はい、かなり着込んで足もヒートテック中に入れて、万全の体勢です。とりあえず飯食ったらちょっと軽く寝ます。夕ご飯はセブンイレブンのパスタ、二人で分け合います。さあこれからチェックインです。はい、無事にチェックインできました。よかった。
ちょっとドキドキしてたけど、はい、アメリカで打ったねワクチンがねちゃんと3回目と認証されてました。おはようございます。おはようございます。大丈夫大丈夫大丈夫。ビージーンビージーン上手かっこいい。イケメン、はい、イケメン。ありがとうございます。センキューさよなら。ああこのアメリカっていう感じも最後ですね。眉間にしわ寄りながら寄せながら言ってるから超怒ってるのかと渋い。もうワクチンの副作用で熱もったいです。ああ日本に着く頃には治ってほしいな。12時間あるから治るよ。それとそのおかげで結構爆睡できそうな気がする。よかったね。それは朗報じゃないマジで、うん、いつも寝れないから。でももう関節が痛い。腰やらピー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 。はい、空港着いてから約21時間、ようやく飛行機に搭乗です。長い待機時間お疲れ様でした。そしてラストフライト、ジップAさんよろしくお願いします。約12時間のフライトで日本に、土曜の昼2時ぐらいに着きます。ラモース。さあ日本到着です。行ってきました。帰国です。さあ一度もロストバゲージすることなく日本に到着しました。旅が終わります。いよいよお疲れ様でした。お疲れ様でした。すごい素敵な最高な1年でした。はい、まあ、ちょっとね日本人だらけで恥ずかしいんでここら辺で終わりたいと思います。はい、またね次なる人生ライフを発信しますので、はい、お楽しみにしてください。投稿自体は続きますのでお楽しみに。日本を満喫したいと思います。日本入国です。ジャパンや静かだ。Gracias.